皆さんこんにちは、赤星里奈です。今日はですね、なんとある伝説のノートを発見いたしました。これを見れば皆さん、私がどういう教育を受けてこんな風に育ってしまったのか、それがわかるノートとなっております。こちら、リナの努力ノート。なぜかここがリマになってます。バリバリキティちゃん貼ってますね。これ100均のノートですね。で、このリナの努力ノート、どういうことかって言いますとね、ちょっと中を開いて見ていきたいと思います。まずね、1ページ目読んでいきます。シール10個で1円でーす。これ母の字ですね。シール10個で1円ですよ。シール10個で1円めっちゃ厳しい。で、それ多分私後から、ちょっとさすがに1円は少ないちゃうかってことで、5円っていう風に値上げを交渉して成功してますね。この赤文字を見るとね、1日にピアノ2時間弾いたらシール1枚、3時間弾いたらシール2枚、1日にピアノ1時間弾いて次の日3時間弾いたら2枚、1日にソロ版1教科したら1枚。これ私一応ソロ版1級持ってますからね。お母さんソロ版の先生なんですよ。で、1日にソロ版測って130点以上、おばあちゃんトイレ1枚。しかもトイレも T ないしな、これトイレってやってるし、おばあちゃん寝たきりやったんで、介護してたんで、おばあちゃんトイレ1枚。勉強っていう、もうなんか、それまではめっちゃ細かく指定されてたのに、何ページとかやってたのに、勉強だけめっちゃもう勉強1枚になってますけど。平成12年なので、私平成1年生まれやから、小学校5年とかってことか。で、早速ちょっと右のページに行ってみたいと思います。平成12年9月22日やから、私が小学校5年生の時ですね。ん ?5 年生か。ん ?4 年生え ?4 年生か5年生やな。わからん。9月22日金曜日、ピアノ2時間。1日ピアノ2時間しか弾いてへんということを今全世界に知らしていますけれども。で、これね、何が問題かっていうと、シール10個で1円という厳しさですよ。このお小遣い制度。すごないですか ?10 個ってことは、ピアノ20時間弾いて1円。しかもお小遣いなしですよ。これがお小遣いやから。厳しすぎんこれ。しかもこの見てください、10月4日の1円達成のところもめっちゃ金色で書いてて、めちゃめちゃ喜んで1円達成。しかも10月10日なめくじ取りっていう斬新なお手伝い。私虫無理なんですけど、なめくじとかミミズは全然素手でいけるタイプなんで。10月11日朝の挨拶、あ、おばあちゃんお風呂に入れた。10月14日誕生日の前日に2円達成。思わず太文字で書いてもらってますね。おもろ。ピアノでもらってるシールがめちゃめちゃ少ない気するわ。なんかもう多分1円2円3円の時めっちゃ喜んでる感じあるけど、6円とかなった時にこんだけ頑張って6円みたいな、ちょっともう6円達成に力がないですね。全然おもろ。下の方になんか突然の女性の絵書いてあるけど、この時からもうことごとく絵の才能がないですね。で、最後のページで14円ってなってて、もうすぐリナの努力ノート終了してます。ことでね、ちょっとどうなになってんねんと、なんで1円やねんってことで、ちょっと今からお母さんに電話して、出るかわからへんけど、ちょっと聞いてみるわ。1円って厳しすぎ?さすがに。まあ、5円でも一緒。しかもこれさ、1円達成したら1円で、2円達成したら2円もらえて、合計3円になるのか、2円達成ってことはまた1円追加でもらえるのかっていうことやな。ちょっとその辺も聞いてみよう。もしもし、はい、今 YouTube の動画撮ってんねんけどな、うん、とりあえず昨日誕生日やったからハッピーバースデー歌うな。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。苦しい。昨日お母さん何食べたんやったっけ。高野豆腐。誕生日に高野豆腐。痩せるぞ。痩せるかな。ちゃうねんお母さん、今何の動画撮ってるかってな、うん、の伝説の、うん、リナの努力ノートのな動画撮ってんねんけど、うんうん、ちょっとこれに関してちょっとお伺いしたいことがあってね、はあ、まあシール10個で1円に関してやねんけど、まあほんでシールがな、ピアノ2時間弾いたらシール1枚って書いてあんねん、うん、ってことはピアノ20時間弾いて1円ってことやん。そう。きつ。え、さ、しかもこれ以外さ、お小遣いとかなかったやん、基本的に。ない。だからさ、ちょっとなんで1円やったん、少なって思わんかった、さすがに。少ない。少ない、なんで1円なん。だってめっちゃちっちゃい頃やで。え、でもこれ見たらな、平成12年やから小5やで、多分。ほんま?え、ほんまやで。いや、ほな別にお小遣いはあげてたわ。
嘘嘘、お小遣いなんかもらったことないって。あのあれやで、例えばノート買うとか、その必要な時にもらうパターンで、その月に何円とかはなかったやん。増えた。そう。大きい。そう、どういう教育をしたらこういう人間に育つかっていうテーマやねんけど、1円安すぎなんだ、募金みたいな気持ち。安すぎるっていうのはあるけども、うん、あんまりやりすぎるとあかんっていうか、な。な、ほんまはやりたくなかった。あ、もう0円。0円。ほんまは0円やったところを。あ、やりたくないで、あの、あげたくないいうか、そういう意味のあげたくないじゃなくて、うん、お金をあげな、何もせえへん子には育てたくなかったから。うん、ああ、でも1円やったらまあええかみたいな。まあええかみたいな。1円ぐらいやったらええかみたいな。しかもこれ途中で私多分交渉して5円に値上げしてるし。めっちゃ地道やん。1円とかもこれ貯めてたんかな、何も記憶ないわ。これしかも結局さ、なんか14円までいってんねんけどさ、14円って何も買えへんじゃん。まあ、かば焼きさん太郎とかやったら買えない。だってお菓子とかも全部こうたってたから、全然。まあな。必要なことはないと思うで。必要なものはこうてるから。あ、まあな。勉強の道具とかな。うん、うう頑張ったら、こんだけあげるっていう感じだけのもんであって、別になんか買いたいとかそういうのはなかったみたいで。あったら、うん。言ってきたら、買うやん。え、買うか買うやろ、大概必要なもんはね。あ、必要なもんな、そんな筆箱とかそういうやつな、うんうん、なんかゲームとかは別やろ、うんうん、あ、それプラスで1円あげてたから、もうむしろ豊かみたいな感じやんな。そうやそうや。確かにそう思ってきたわ、うん、それと、まあ、それで頑張るかなと思っただけで、別にエナを貯めようとは思ってへんから。そうか。もらえるっていうので頑張ろうっていう。そうやな、もらえるっていうその行為が嬉しいってことやもんな。そうそうそう。なるほどな。それでまあ1円。1円。1円。そういうことらしいです、皆さん。もっとやげえなとかって言われて。いや、多分それ全国民が思うことやね。よくなんか私も1円で了承してたなって感じや。まあでも確かに別にピアノとかはさ、言うたら別に自分のためにやらなあかんことやし、まあそれで1円もらえるって考えたらまあラッキーやもな。うん。まあでもなめくじ取りとかはやってたけど。やってたな。うん。うん、今つかんであかんでよ、もう。なんで？なんか変な病気になるらしいだ。あの、ぬるっとしたやつを食べてよ。食べたらあかん。うん、食べはしへん、さすがに。なんでな、ぬるっとしたとこわからへんやん。もしほうれん草もらったとしたらさ、あんまり洗わへんやん。だめよ、これ、ほんまに。ってお父さんに言うてた。ほな。ほなな。はーい。という理由で1円やったらしいですわ。逆になんか1円もらえてたことがすごいありがたいみたいに思えてきたな。なんかお母さんに言われたらなんかそういう風に洗脳されていくよね。ということで、これから娘、息子をピアニストに育てたいという方、ぜひこれ参考にして作ってみてください。まあ、絶対作らへん方がいいと思うけど。ってことで、また次回以降の動画でお会いしましょう。バイバーイ。それでな、勝手に家に頼んだろうと思って昨日、うん、お母さんの誕生日やし、でそれ調べたらな、あの田舎すぎてどこも、ね、なかった。誰も持ってきてくれへんって。いつ帰れんねんろな。なんか結局さ、解除されてもなんか県をまたぐなんか移動はあかんみたいな感じやもんな。そう今日なんかすごかったわ、スシロー。爆発したんかなと思うくらい。自分が爆発した。めっちゃ忙しかったよ。ほんまに解除された言ったら、ぐわーっとすごかったで、もう体ついてかへんね。今までのなんか暇さが体に染みついてて、何これみたいな。低評価も増えてきた。もう全然気にならんようになってきたな。最初に一個あるためにもう、だめよこれほんまに。でお父さんに言うてて、めっちゃ怒ってて。ほんまにもう誰もこんなんつけんのとか言って怒ってたけど、この間6ぐらいついてたけど、昨日か見て、あ、全然気にならへん。まあこんなもうあるやろみたいな。さちまいもとな、うん、なんや、南京か、うん、いつも似てんそれお弁当に持っていってる。まだ汁入れてんじゃうやろな。
汁絞って。あ、絞ってる。1万人とか行くんかな、でも。いずれ。知らん。知らん。